どうも、ホッシェルのリックと俺だ、俺だ、俺も選んでくれ起きた、すんだやる気元気、大気ガシン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 ガガシンガシンガシンガーソングライター、いつも言ってます、これをはい、はい、めっちゃ勉強した、あの、エイペックスの紹介いろいろ聞いて、もうやりたくてしょうがない、俺もやりたい。いや、マッドマギー。はい、ということでですね、はいはいはい、無事20万人いった次の動画ということでね、我々も別に何も変わらずこれからも進んでいくんですけども、はいはいはい、で今日はですね、久々にまたホストの企画を持ってきました、ベテランホストが語る、ベテランホストが語るタイプ別攻略法来ました。まあまあ要はですね、女にどういう女に好かれたいとかどういうね、あれがいろいろあるじゃないですか、うん、じゃなくて今回はタイプ別にちゃんと攻略法を教えていこうかなっていう動画です。なるほどね。例えばですね、美縁系、うん、まあ綺麗系でも六本木系でも何でもいいんですけど、はいはい、まあいろいろあるじゃないですか、お客様って。六本木系、うん、まあいろいろある、ジャンルはあるある、いろいろあるから、それをね、うん、しっかりと話していこうかなと思います。なるほど、はい、わかりました。それでは行ってみよう。今日はみんなふわっとした企画だぞ。頑張ってまとめような。ない、まとめれるから。かーんだ。僕らのはジャスプーンと出身を信じなさい。はい、だからまずどういうタイプがいるかっていうのをちょっと聞いていかないと分かんないと思うんですよ。なるほどね、はい、まあやっぱりどのホストクラブにもいるのはピエン系とか、うん、いますね。まあ綺麗系もどのホストクラブにも来るよね、うんうん、はいはい、うん、あとはキャバ嬢とかね。ああ、うん、じゃあ、まあもう一個あるよね。キャバ嬢が出たんだろ、まだ。え、まだある。風俗系もありますよね。まあまあまあ、風俗系これが今一般的にホストに来てる人たちはこんな感じなんだろうなやけど、まあ、でも最近はまた違うから職業で分けるんだったら分かりやすいかもね、うん。じゃあまず、はい、ピエン系の女の子、はい、あ、前髪パンツね、結構さ、うん、そう、一目でわかるやん、うん、MCM のバッグしょってたり、うんうんうん、なんかちょっといるね、フリフリ、まあ言うたら、ちょっとメンヘラチックっすよね、うん、俺は、はい、お兄さん系でいくわ。なんか、俺、やる気にできへぇとかさ、かわいいね、なんか酔っ払ってる時とかさ、ちょっとこう、はいはい、ちょけたり、なんか飲む系でやるけど、ピエン系の時だったら、俺は、可愛らしいねってやるかもしれない。ちょっとしっかりした感じ、そう、しっかりするの、なんか、アホみたいなことしないから。まあ俺は、なんかリスカとかする人もいるじゃない、やっぱ、うんうんうん、なんか、分かるよ感出しますね。寄り添ってあげる系というか、ピエン系の考えによって、うん、分かる感じにしますね。共感するってことね。難しい説明僕もう35なんで、うん、で、逆をいきます。言えば大人っぽい考えなんだろうなを踏まえた上で適当にします。ああそうなんや、ぐらいの感じにします。ちょっと楽観的になるっていう感じ。私が深く考えすぎてたんだな、うん、ちゃんとした大人はこんぐらいバカなんだなぐらいのこう感じを伝えるかな、うん、ちなみにピエン系いる？お客様に。ピエン系と思ったことないけど、まあ、服装はピエン系かなみたいな子はいるよ。これいなくね？俺いる？いる。ちょっとなんだよ、リクトさんが一番多いんだ。そんなことないって。いやでそれはね、共感してあげてるから、ね、誰がどう。じゃあ俺ピエン系得意だわ。そうそうそう、本当。はい、じゃああれだよ、ピエン系の人にはあのオラオラで大丈夫です。ああ、まあそれ答えじゃん。でもそうかもね。まあ私こうなんだけどみたいな。うるさいうるさいってのです。そんな感じだよ。あ、本当に、はい、あ、これが攻略法でした。あ、なるほど。まあ俺ちょっといろんなタイプ別あると思うんだけど、はいはいはい、まずはその夜食のね、まあ、ラウンジとかキャバクラとか、まああのあるじゃないですか。あります、まあ、2つ合わせてどっちでもいいんですけど、そういう系のタイプちょっとあの苦手分野で。あ、なんで苦手かというと、男の子に男性にこうチヤホヤされてる仕事じゃないですか、うんうん、でこっちに来るとチヤホヤされるのが当たり前じゃんみたいな態度してくんだよね。あ、なんかこのつまんないわみたいな感じ。俺らはね多分そんなに感じないと思うんだけど、うん、新人の子とかにちょっと無視したりとかあるんだよね。まあ聞くね。そういうの結構見てるタイプだから、うん、そういうタイプの子がすごい苦手なんよね、うん、なるほどね。え、どういう接客してんの？俺はそのあ、なんかそのあれだね、あの西麻布にいそうなタイプだねとか言って、うん、であとなんかこうちょっと無駄にちょっと高いものつけてんじゃん、うん、あ、それあれだねとか言ってこう、あ、なるほどね、一番面白くないやつやってる。でも逆に言えば俺とかはあの本当にもうバカやる、自虐めっちゃする。
ごめんなさい、すいません、こんなブスがついてぐらいの感じで。でさ、そんなこと言ってもさ、あんまあいつら笑わんやん。いやだけどもう無理くりもっと攻めるよ。いやもちろん人にはよるけど、まあ俺は苦手分野がそもそもないね。派手な子、うんうん、で見た目が私自信ありますよ感出てる子に限って俺はディスるね、逆に。おお、うん、いけんなよと。うわ、えめちゃくちゃ目大きいね、まあ俺のがでかいけど。おこのディスりと自分への自虐の狭間を。ああ、なるほど。ちょっとメモだけ取っていいですか。すなすな。あと俺これ言ったら初回つきづらいぞ。いや俺もよ、苦手。あ、じゃあ攻略法的にはディスれってことですね。そうですね。でディスって怒られたら抜けたらいいから。それは多分代表だけ。ちょっと付随しますけど、ザーって思ったら自分にある程度容姿が、いや関係ないって。そんな、いやいや、そんな、あいつがやばいやろ、言っちゃダメ、当たり前。なんで NG ワードになるの。なんで攻略にもなってねえやねん。今ので、逆に、はいはい、俺ね、リクトさんと真逆で、はい、いいことなんだけど、うん、なんか初回でもさ、担当にこんぐらい使ってるよとかさ、いるいる、なんかもう赤裸々に話してくれる子いるやん。いるいるいる。がっつりホスグル。はぁ、得意です。あ、リクトさんめっちゃ得意で、得意です。俺、マジ苦手なので、なんでかっていうとね、うん、あのね、俺はその場で飲んで楽しみたいんだけど、そういう子たちってこれから何をしてくれるかを先を見るよね。もうその場でさ考えてくるんや。でリクトさんってさ、そういうこと言われた時にさ、ああ、お前が頑張ったら何でもするよみたいなさ、なんか切り返しうまいじゃん。そう、ああ分かってない。とりあえずなんか言うじゃん。そんなことは言わないけどね。まあ言わないけど、でもなんかうまくやるやん。はいはい。俺はもうまあ飲もうよみたいになっちゃう。まあまあ、なんかこう駆け引きされると、うん、だからそのホスグリの子ってもうさ、ホストってどういうやつかっていうのをそもそもこうホストとして見に来る、見定めるじゃないけどね。そう、でもホストとしては俺は別に、なるほどね、一人前じゃないの。俺は飲むのが一人前やな。そう、うまいし、エンターテイナーね。そう、そうそうをやるだけだから、そうそうそう、ホストをこう求められると、なっちゃうから。じゃあどういう接客してんの結局。あっ、あーってやってんの。だから俺はもうさっき言ってリクトさんがさ、その派手系で言ってたように、俺も苦手意識があるから、うん、若干諦め感ある。あー、なんかもう、あーそうなんだみたいな、もう聞き役に徹しちゃう。でそっからもうノリでこう、そう、すっごい簡単な攻略法あるよ。その、まあ、僕はホスグリの墓場って呼ばれてるんですけど、うん、言われてた、まあ、もう疲れ切ったボロ雑巾のような人がよく来るんですけど。、まあ、言い過ぎやろ。まあ、もう使いまくって、もう本営とか色恋とか飽きた、もう本当にただ楽しく飲みたい、楽に飲みたい、お金使いたくない、もう楽な、使いたい時に使いたいみたいな人が多いんですよ、僕は。はい。まず基本的にさっき大家言ってたそのホス狂いは、まあ、悩み、他のホスに悩みがあると。多いです、ね、何かしら悩みがあるじゃない、はい、もう簡単、これ どうしたのって聞くだけ。じゃあ担当がなんか明日来月タワーするんだけど、うん、なんか全然構ってくんないんだよね、うん、でその話を解決すればいいだけじゃん、ただ。え、それさ、言われたとすんじゃん、俺は、うん、あー大変やねって終わっちゃうわけ。それなんて言うの。俺は真剣に聞く。え、なん、じゃあまずタワーしたくない。あ、聞くんだ。タワーしたくないって言ってたとしたら、まず なんでタワーしたくないのって聞くじゃんか。そしたら、まあ、何でもいい理由は何か言って、理由、なんでタワーしたくないと思う。担当最近アフターもしてくれんし、時間使ってくんないのに、うん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 、そういうでかいやつだけ煽ってくんだよね。それは付き合いどれぐらいな。1年ぐらい。あー、じゃあ最初の頃はアフターしてたわけだ。最初はしてもらってた。いて当たり前だと思ってんだろうね。ちょっと厳しくした方がいいかもしれんね、担当にも。ちょっとたまには2日ぐらい LINE 返さんとかさ。そうかも。え、タワーいつやんの。来月。え、めっちゃもうすぐじゃん、うん、それでじゃあアフターが目的なの、そもそも。いや、そんなことない。じゃあ別にそのアフターしてくれないで悩まなくていいじゃん。そもそも担当とどうなりたいの。いや、どうなりたいとかじゃないけど、なんか大事にしてくれてないっていうのがちょっと寂しい。まあ悩んでないとうちにも来てないと思うけどさ、しないで後悔もして後悔の方がいいと思う。それでもやりたくないと思うならもうやめり、それが答えだよ。確かに、うん、はい、みたいな感じです。そういうシーンを何回か、だってそういう人いっぱいいるから。まあまあ人による、今も大輝がこう言ったからこう言ってるだけで。違う、そもそも今その段階でそれを言えるっていうのがね。まあ俺もここまで喋らんもん。そうですね、まあ逆に言えば俺ら、じゃあちょっと今の踏まえてちょっといい練習しようか。いやいや、もういい線でいいって絶対。あ、どうもこんにちは、はじめまして。かっこいい動画より。やるケーキ大輝でーす。動画よりかっこいい。え、飲もうよ飲もうよ。ああ、イエーイ、乾杯。そっから10。それ9じゃん。え、違う違う、9より気持ちいいからクーって言うでしょ、気持ちいいと。飲んだ後、うんうんうん、クーって。ああ、それよりも気持ちいいから10。そうだね。え、楽しいでしょ。
いやちょっと今私、うん、担当から2日シカトされてて LINE。 え、なんでシカトされてる？わかんない、先月500万使ったのに。帰ってこないで。お前めちゃくちゃすごいじゃん。飲もうや。私いらないのかな。私いらないのかな。私っていらないのかな。大丈夫で、大丈夫、大丈夫、なんとかなるから、俺のこと指名したらとりあえずなんとかなるよ。本当かな。本当マジマジ気にすんなって。でも明後日ディズニー行く予定なんだよね。知るかい、そんなん。下手下手下手やけど、でも大気なシーンがちょっと危ない。いつも通り。じゃもうマジで下手。だからこういう下手。そう、人は本当にね苦手なの。でもリクトさんね、うまいんだよね。本当うまいね。うまいもなんか人の悩みを聞くのが得意だよね。俺聞いてられんもん。なんで俺関係ないやつの話聞かないといけない。確かにね。それもあるわ。そのパフォーマンス自体違うんよ。違う。全然違う。だから俺が大輝に尊敬するのは、喋りづらいとこでもイエーイってできるのがすごいなって思う。でも逆もしかりってこと。そうそうそう。で、てめえは何ができるの。もう全部中途半端や俺は。どっちもできるし、どっちもできないし。そんなことないよね。そんなことない。誰とでも仲良くしてくれてるよね。じゃああと完全昼食。完全な、そう、学生とか昼食系。俺得意。あ、超得意。人は得意。ジャスティンね。あ、ジャスティンも多いわ。なんで見た目がもうそもそもさ、そうそうそう、モブ違う。あと、いや、モブ違うとしてる。あと俺ホスでないから、見た目がモブ、ちょっと非現実的な感じで近寄りやすい。そう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 。例えばまあ普通に飲む、普通に別にシャンパン入れてとか煽らないし、安くしろよも言わない。あとは煽んないもんね。めちゃくちゃ仕事ないっす。確かに。まあ俺もある程度35やから経験があるっけ、うん、その上司的な意見を言う。なるほどね。あー、どっちかっていうと。でもそれは俺も聞かれるわ多分。それは年齢のあれかもしんない。うん、俺聞かれないわ。だよね。だけど上場企業に勤めてる人もいて、あ、うん、そういう仕事なんや、でももっとこういうふうにすればいいんじゃないかなとかっていう話をすることが多いです。なんか俺はね、なんか私昼食なんですけどって、なんかすごい下から来る人が多いから、うん、ええー、でええー、でって言ったらなんかすごいうまくいく。4万しか昼食、昼食じゃない。いいよいいよ、これでもういい。俺簡単に、俺簡単。まあ昼食の人はね、俺得意や。なんかね、どの分野でも結構ね、俺喋ることあるんだよね。好きだから、会社とか。そう、気になるよね。そう、その昼の仕事のこう、普通に話し詳細っていうかさ。で、逆にこっちサイドが気になるって感じやろ。そうだね、俺が上場企業にやったら、そう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 、俺が聞いたりはあるけど、向こうからそのジャスティンとかリキさんみたいに、じゃあだから相談されないんだ、あんまり。それない。で、しても何もない人だからみたいな。そんなことないよな。いやいや、例えて言ってんだよ。多分ね、相談してるんよ、多分みんな。けど大輝がウェイで一番ダメや。でもそれが逆にその忘れれるっていうかさ、悩みを忘れれる、反省する部分が。いや、せんでいい。そのまんまの方がいいのよ。それを求めに来てて、で、大輝がいない間にちょっとこう現実の話をしたい。で、じゃああとは、あとは何系がいるかと。昼食、ピエン、ギャル系、全く喋んない人。たまーにいるやん。あ、それ欲しいわ、その声。たまーにいるやん。一人え、どうする。一人で喋る。ああ、無限でへーとかうわーとか言ってボイチャでも。いやいや、マイク切れてるの気づかないぐらい喋ってるもん。何回も言うけど一番も喋れない。まあ本当にずっと喋ってる。俺よりおしゃべりやん。しかもそれを喋らんといかんっていう感覚じゃなく喋ってるから。本当最近はちょっと喋りすぎてるかなと思う自分で。これなんか、いや別にいいね。例えばこの話こうしてるやん、で違う話も出ちゃうよ俺。そうそう、これも言ったらちょっと話しすぎてるんかなって。なんか気使う。いや別に使わん、使わん、うるさいって言われるか。いいけど。いやいや、使わなくていいよ。喋りすぎた時はうるさいって言うけど。ただその返事をすごい要求してくるからうざがられるよ。ちょっと別に喋る。うざいんですか。聞きました、皆さん。別にリクトさんが喋ることはいいことなんだけど、リクトさんっておい聞いとんかって言うからうざがられる。だって無視してる方が悪いじゃん。じゃあ無視とかじゃなくてリアクションしにくい会話ずっとリクトさんが喋るから。でしゃ、なんで喋るなってこと。ちょちょ、喋っていいんだけど。キャッチボールになって喋りすぎるお客さんはどうやって攻略するの。じゃあ喋りすぎ、めっちゃずっと喋る。それはもう、それ簡単やね。簡単なんですか。いるわ。ああ、そうやね、そうやね。相づちといるよね、共感。これだけでいいの。そう、相づち共感。俺言うよ、お前喋りすぎやろって。いやいや、だけどそれは攻略になってないんよ。俺喋りたいから。で、喋らない人のやつやろ。そう、喋らない人で、俺は言う。え、喋んないの、返事しないのって。じゃあ抜けるよって言う。ああ、それでも無視する人いるから。
確認するってことね。俺それ言われな、聞けない、怖くて。だからもう内気にこう目で、他に何かあるような感じを出すってことか、うん、あーごめんね、呼ばれたから抜けるねっていう。ジャスティンは逆に俺はまあ普通に喋るよ。で無視する子なんだな。俺も黙るで気まずい空気を。ジャスティンってさ絶対無理。俺ジャスティンって黙れるもんね。すごいよね、うん、あれジャスティンマジシカトするからもうこうやって。でもなんかそういう時はもうこれ攻略法になると思うんだけど、うん、俺行くヘルプに。例えばジャスティンが喋れてません、あ、ジャスティン喋れてないなって言って行くわ。あ、だから空気読んでね。だからその一人で喋れない時はこう誰かと喋りたいかも。あ、それが一番いいんじゃない。確かに、まあ、そうね。だって二人でチーンってしとくよりかはさ、リクトさん来てくれた。俺はチーンと思ってないけどね。で変に 何言っても無理や、うん、無理な時ある。じゃあもうやるしかないやん。俺あれは俺カメラ越しで目合わせたりするけどね。いける。でいけるいけるいける、めっちゃ切れる。え、じゃあめちゃくちゃ飲ましてくるやつは。うわ、まあ基本飲まないんだけど、それでも飲ましてくるときは倍飲ます。倍。ああ、俺はでもさ飲ましてくるやつ飲まんくない。飲まん飲まん。でも、ね、お前が飲まんけんやろって言えばいいや。だから一緒に飲んでくれる人だと俺あんまイラッとせんのよ ね、 そうね。俺も飲むの好きだから、ね、うん、でもなんか飲み飲みある。いや、ある。俺めっちゃある。マジないよ俺。だからタイプ違うやろね。え、大輝飲みなよみたいな、うん、え一緒に飲もうよって言って私飲めないから。よくある。飲みすぎやろ。え、でもね楽しいよ、そうやってね。テキーラとか入れてくれる方は。あ、まあ、まあそういう接客なんや。まあ俺、私お金あるよアピールする女。あ、もう行きましょう。なんていうの君たちは。何も言わんよ。あ、そう、すごいねっていう。あ、俺知らないふりする。あ、もうこれ今 言ってしまった。もうあ、お金あるよっつっててもまあ無視でってこと。とかなんかその例えば、あ、その話しないんだもん。ハリー・ウィンストンがこんぐらいの相場なんだとかも知らない。知識系のお金持ち知らなそうや。そもそも興味なさそう。あそれもう言っちゃってるから俺、ね、まあ、ああいうタイプの子はでもね言われたのが嬉しがる。俺合わせちゃう。俺もそれ言ったって知らないくせ。すごいねって言われたくてやってんだもんね。すごいね、じゃあシャンパンいいんですかとか言う。そうすると黙るよ、うん、入れないから。黙る。あのさ、ハリーウィンストンつけてても使う人はいるよ。いるいる。ただ、うん、そらそうそらそう、あのね、自分からこうあってやってくる人で、うん、あの使っバーンって使った人見たことないよね。ないね、まあ、少ない。少ないよね。あとは買ってもらってるカッパダも多いですね、うん、ハリーは。まあ、結局自分も店に来てるってことよね。でもね、他店で使ってるアピールする子もね、これ見てる中でね、そういう子もいると思うんだけどね、うん、多分しない方がいい、うん、それね、しちゃうと、うん、あの使わないといけないし、使った時も当たり前になっちゃう、ね、確かに、いいこと言いましたね。そうだから、使ってても、これから使うにしても言わない方がいい。なんかその、そういう時はおすすめのね、匂わせ方っていうのがあるんで。おで、この店一番安いシャンパンっていくらなのってまず聞いて、はいはいはい、シャンパン4万じゃん。あ、めっちゃ安いんだねって。これぐらいでいいよ、これぐらいで、うん、例えばテキーラ飲んで、あ、全然飲んでいいよって、これだけで。ああ、それは俺めっちゃ刺さるわ、ね、え、ジャスティンも飲みなよ、あ、こういうのだけで。おやおやってなる。もう全然、あ、この子は先見てるやん。この子はこういろいろこうちゃんとこうしてるんだみたいな。テキーラの値段を聞かないのかって。私他のホストでいくら使ってるよより全然そっちの方が。値段気にせず値段気にせず楽しく粒入ったのか飲んでくれる子ってことやんね。はい、ということでね、いろいろ攻略を聞いてきたんですけども、まああんまないね。いやいや、改めて考えると別にこの子がこうだからこうとかないし、見た目は関係なく、まあ言われたなんて言われたらなんて回数っていうのはあるかもしれない。意識して席に着く、喋るっていうよりも喋ってからこっちに合わせるよっていう感覚ってことね。まあ売れてるホストさんは大体誰とでも合わせれるから売れてるんだなと思うし、まあ別に関係ないかなと思いますけどね。まあどんなタイプであれ我々は大丈夫ですけれども、そういう風に見られがちな悪い面もあると思うから、うん、あのそうやって悪い風に見られたくない人はそういう風にこう気をつけてみてはいかがでしょうかっていう動画じゃないですかね。そうですね、はい、そうしましょう。多分見る人は私何系なんだろうって思う人いるから、そうしましょう、思うから、それでいきましょう、うん、はい、今日はあざした。難かったな。うん、難かったね。まあタイトルは良かったんだけどな。まあ、うん、いや特になかったんで。話し方が難かった、ね。特になかった。お前なんか悪いこと言えないじゃん。うん、うぜえとか。
いやそんなことないけど、うん、じゃシンプルにどのジャンルも結構さ、うん、指名いるやん。いや例えばじゃあギャルだとしましょう、うん、いいギャルもいるんそう悪いギャルもいるやん。そうだから一概にないんですよね。ホス狂いもいればさめっちゃ話わかるホス狂いもいるやん、うん、そうだからうずいよね。そう俺らと一緒だわ。どの分野もディスれなかった、うん、ディスれないと思んないじゃんこういう企画って。確かに